ソクさん、8月度利益ランキング発表の時間でーす。いやいや、今回はゲストにね、川口さんお招きしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。川口さんは何位かな。いやー、いいとこも言ってんじゃないかなじゃあ今期分からね、コンサル部門とキャリア支援部門とあと総合っていう形で発表することになりましたんで、コンサル部門のところからいきたいと思います。矢野さん、僕認定パートナー降格したじゃないですか。じゃあな、どうやったら認定パートナー戻れますかね。うちにな、法人対応の品質の基準をまとめたような品質ガイドラインっていうやつがあるから、それ全部守れるようになったら戻したるわ。え、マジですか。え、どこから読めるんですか。この動画の概要欄に載っとる。今すぐダウンロード。じゃあ早速いきます。20位、山本翔平さんです。広告運用代行だったりとか総合マーケ支援が得意なコンサルタントになります。20位ぐらいはね、半分以上ではありますけど、一旦コメントなしでいきますか。はい。じゃあ19位、金田さんです。金田修平さんですね、うん、広告運用代行だったり総合マーケ支援のコンサルタントになるんですけども、広告運用はね結構グイッと来てるんでね、最近分厚いですね広告。はい、切磋琢磨で頑張ってほしい。続きまして18位、初登場、誰でしょう。え、当てます。初登場ですよね。タチさん。谷山さんです。谷山さん谷山さんがですね、営業代行だったりとか、はいはい、あと新規事業をまるっと任せたいみたいな場合に活躍されてるコンサルタントなんですけど、それでひいき目で見ても結構大きなご予算を預けていただいてるクライアントがいまして、 そのクライアントの支援にいろんな認定パートナーとチームを組んで当たっていると。そのチームの一員に川口さんもいるって感じですね。お邪魔させていただいてます一応ね、20位のところはね、ちょっと僕語らせていただくと、まず動画一切出てないじゃないですか、ね、なんでこんな謎の人脈ででかい案件の相談が来るのかっていうのがすごいのと、あとは彼のすごいところは PR できる人材なんですよね、うんうん、ベクトルグループさんとかがやってるようないわゆる PR ですよね、うん、広報 PR ができる人材っていうのはなかなかいなくて、僕の中でめっちゃ希少人材なんですよ、うん、新規事業とか PR 案件とかある場合は谷山さんご用意いただけるとすごくいいと思います。顔とか仕草とか結構ふざけてるんですけど仕事はめっちゃ真面目なんでね。ちなみに僕と同い年で、あー、そうなんですね、はい、ぜひぜひっていうことで実は入ってもらってたんですけど、ここに来て初ランクイン、やる気出すわっつってたんで。あ、マジですかそれはすごい脅威だ。初ランクインおめでとうございます。こういう形で初ランクインするの多分本人知らないんですけど見てないでしょこの動画も、はい、じゃあ続きまして17位、飯田さんです。飯田さんが YouTube の運営代行が得意なコンサルタントですね。ちょっと先月から下がってるんでもうちょい頑張ってほしい、うん、はい、じゃあ次まして16位、柴田さんです。柴田さんも YouTube の運営代行が得意なコンサルタントになります。柴田さんも先月と比べて4位下がっていると、ちゃんとしてほしい。続きまして15位、井上さんです。井上さんが広告運用代行が得意なコンサルタントです。利益が変わってないんですけども1位順位は下がってます。じゃあ次まして14位、古澤さんです。古澤さんがウェブ戦略の策定から実行支援までまるっとできるコンサルタントになります。先月と比べて3つ順位アップですね。もうこの辺めっちゃ団子っすね、うんうん、数万円下がっただけで順位も下がるかもしれないみたいな世界観ですね。じゃあ続きまして13位、内野さんです。内野さんね、もう登場して3ヶ月目みたいな感じですかね、うん、6、7、8月と連続で順位に入ってきてるというところですね。先月と比べると3位順位ダウンところです。まだまだ団子です、うん、続きまして12位、浜口さんです。ウェブ戦略の策定から実行支援までまるっと対応できるコンサルタントになります。ちょっと順位が上がってて4位アップって感じですか ね、 そうですよね。10万円以内みたいなさですね。浜口さんでもね、もう今期も罰ゲーム与えようと思って罰ゲームで動く世界観じゃないんですけど、浜口はちょっと関係値もあって、ね、罰ゲーム誰得なんですか。では僕職権乱用みたいな。職権乱用ですね、はい、市場挟まないでいただきやります。いいですよ、やりますけど。 M にとっては嬉しいですよね、うん、じゃあ次まして11位、板橋さんです。システム開発だったりとかウェブサービス開発が得意なコンサルタントになります。先月がですね結構大きな納品があったようでだいぶ上だったんですけど、それから比べて3位ダウンって感じですかね、うん、次ます。第10位、山崎さんです。10位ランクインは久しぶりです。結構上がってますね、はい、SEO の戦略策定から実行支援までまるっとできるコンサルタントなんですけども10位アップ、はい、何かが起きている、ちょっと確認しますね。山崎さん最近プライベートでもいいことありまして、ご結婚もされててお子さんが2人目生まれて、だから分かったんです、ね、そうですね。一緒にマグロ釣りに行ったことあるんですけど、釣りが趣味なんですね。そうそう、僕釣り仲間ですね。山崎、関口、川口は釣りじゃないんですけど SEO の人はそういうの好きなんですね地上を選定して釣れてなかったです
山崎さん。仕事の結果出してるからいいか。いやすごい。続きまして第9位深井さんです。お深井さんね、すごい10位以内超久しぶりな気がしますね、うん、言うて先月も11位で今回9位なので、うんうん、2位ランクアップというところで、深井さんはねとあるプロジェクトで今仮称ですけど伴奏 LP って呼んでるプロジェクトがありまして、うん、そこで毎週ミーティングしてるんですけど、うん、かなり問い合わせの対応とかでパツパツだったりとかしたんですよ。正直いよいよちょっと人員拡大してだいぶ落ち着いてきてるんで、うん、これから多分ね結構上がります。予告しときますけど、深井さんの元で一緒にやってらっしゃる小野塚さんっていうデザイナーの方、僕何回かご一緒させてもらったんですけど、うん、めちゃくちゃいい、はい、特に獲得重視で、うん、女性向けのクリエイティブとか LP 作りたいって方は一回相談した方がいいです。本当じゃあ女性向けの獲得系の LP ぜひお待ちしてますと。じゃあ続きまして8位杉野さんです。お外部の COO だったりとか CMO の代行みたいな動き方をできる何でも屋さんみたいな、特に新規事業の立ち上げっていうのは大きな企業で何度も経験しているような方になりますと。であとプラスアルファでもう何でも屋さんっていうのは半分間違ってないんですけど、あと採用周りも責任者として見ていた経験があるのでほぼ知らないことはないよねみたいな感じですね。杉野さんは意外に皆さん採用得意って認知ないじゃないですか。そうですね、これマジで一回相談した方がいいです杉野さんに、うん、特に中途の採用をゴリッとやりたいスタートアップの方とかは一回杉野さんにご依頼いただくと設計からなんなら面接代行までしてくれるんです。僕一回その商談出てどこまでか一回決めましょうっていうので全部出すんですよ。そんなとこまでやんのみたいな。中途採用スタートアップこれは杉野さんですね、はいはい、じゃあいきますね、はい、続きまして第7位川口さん。あー7位かギリ神セブン。クリニック集客のプロですね、はい、先月が6位で今月は7位どうですか。案件数めちゃくちゃ増えてるかっていうよりは既存のお客様のあれが減ってないって方が正しいかもしれないです、うんうん、先月は納品タイミング重なって、うん、みたいな感じですかね。そうですね、開発系の納品がありました、うんうん、今月が多分ベースになるって感じですかね。そうですね、はい、いやすごすぎるよ。頑張ります。さすがに5位には入ってもらわないと。いやそうです。じゃあ5位入るのはバッドゲームで、はい、不安ですよ。不安ゼロ事業部の責任者なんですよ、ね、僕が不安なんでやめてくださいね。続きまして第6位船崎さんです。うん、 SEO コンサルティングが得意なコンサルタントになります。先月9位で今月6位安定してますね。船崎さんどうですか。船崎さんはそれこそ僕アフリエーターだった時期あるじゃないですか、はい、アフリエーター時期いろいろと SEO の情報交換させていただいてるんですけど、船崎さんもともとアフリエーターじゃないですか、ですなのにめちゃくちゃガイドライン重視なんです、うん、なので Google のガイドラインの一時情報を全部頭の中に入ってるんですよ。すごいですよ。白色で白色っすね。すごい安心感のある、しかも盛らないじゃないですか、うん、シミュレーションとかも、うん、結構後発の SEO 支援者って盛るんすよ。なんですごく安心感持って任されるっていう意味ではめっちゃいいと思います。一回ね多分一緒に提案もらった即さんの SEO どうするかっていう提案だったじゃないですか。 はいはい、あれが焼き付いてて、うん、船崎くんの人柄とかがめっちゃ出てるって提案だったので、そういう意味で言うと安心ってなんかチープな言葉っすけど彼のためにあるみたいなのはありますよね。チープだけど使いたくなっちゃう。まあ 2B 向けのあれなんですけど彼の SEO 道場僕受けたいです。めちゃくちゃ体系化されてるんだろうなと。中身僕知らないですけど、うん、いや安心って言葉言えば言うほどあれですけどね。でも本当そうなんですよ。仲間がそう言うってことは相当安心なんだろうなっていう話ですかね、うん、いやこのまま行ってほしいですね。じゃあ続きまして第5位上本さんです。上本さんすごいね。めっちゃ伸びてますよ、はい、YouTube 上代行のプロですというところなんですけども、先月7位から今月5位急上昇ランキングに入ってますね。どこが伸びてるんですか。これも恥ずかしながら知らないんで、うん、この週末にね漁ってきます。原因特定させてまた報告します。わかりました。上本さんは YouTube 一本なのになんでこんな伸びてるんだろう。あと最近あんま言ってないですけどトリトルも一部集中してたりはするので、なるほど、それも入ってたりはすると思うですけどね。ただ最近締めめっちゃ多くないですか。シンプルにそれがめっちゃ効いてるような気はします。上本さん、僕のイメージはまず採用強いっていうイメージがあるのと、意外にクリニックの YouTube に強いっていうイメージですよね、うんうんうん、代表作持ってますね、うん、戦略会逆作した YouTube が得意っていうのと、うん、僕がねそれで言うと完全に大企業が YouTube やるときに全部がいいと思います。実際支援数めっちゃ多いっすね。確かに、はい、レピュテーションリスクとかコントロールしたりとか、うん、そうですね、うん、お客さんのニーズちゃんとヒアリングして、うん、その上でギリギリ攻めるっていうか効果とコンプライアンスっていうところのバランスをしっかり勘案して運営するから大企業にモテると思います。実際彼の働き方とか見てても大企業的要素とフリーランス的要素、フリーランスというか独立してゴリゴリ系みたいなのを想定した時に人格変えれるみたいなところが強みなのかなと思ってます。どちらかというともともとベーカレーだったりとか保険会社っていうのもあってもともと持ってる人格は多分大企業よりなんですよ、うん、なんで大企業の方と話した時にそれだとさすがに効果出ないからもうちょいこっち側の獲得寄りに攻めた方がいいっすみたいなアドバイスができるというイメージですね。確かに
かにこのウェブ業界とか独立組の業界見て思うのが、大企業出身とこのウェブのゴリゴリっとしたスタートアップ感というかベンチャー感の両方を持ち合わせてるやつってめっちゃ強いです。数少ないうちの一人が上本な気がします。というわけであえて絞るとコンプライアンスとかもしっかり意識して SNS 運用していきたいって方は上本めっちゃいいんじゃないかなと思います、うん、じゃあ続きまして第4位トリアさんです。YouTube 英大校のプロです。先月も4位、すごいっす。キリトル君順調っすか？キリトル君順調ですね、うん、まだ本格リリースしてないんですけど、結構身内からもやってほしいっていう声があるそうで、キリトル君だけじゃないところはもちろんあると思うんですけど、彼自体は今チーム拡大とかもめっちゃゴリゴリ進めてて、うん、もっと伸ばすために何したらいいですかっていうのが一番多いんで、僕それこそ人材の雇うというか仲間として働いてほしい人の基準として、責任感かける行動力がめっちゃ高ければ何でもいいと思っていて、現在の保有スキルは極論するといらないみたいな感覚なんですよね。責任感と行動力さえあればお客さんへの価値提供って今中途半端にスキル持ってるやつよりも絶対にできるよねみたいな感覚があるんで、うん、ミスターそれ、うん、確かに。それこそ来週僕取材なんですよ。朝6時からスタートですから、ね、撮影すげえな。いやもう人間の働き方じゃないですよ。川口さんがそう呼び寄せたんでしょ。そうですね。僕の1日の休みを取っていただくんですけど、でも結果ね YouTube の支援者数自体もかなり日本でも有数なんじゃないですかね。確かに本当に責任感めっちゃ強くて、かつ馬力があって、うん、どんどんスキル伸ばして今やこの並みいる競合の中で4位までたどり着いてるわけですから、もっとガンガンいってほしいなと思います。もっと求めるんですか？はい、もっとです。まだ30いってないでしょ。それがね逆に据え落としいですよ。馬力じゃ勝てないな。もっとガンガンいってください。じゃあ続きまして第3位マキトルくんです。マキトルくん先月が2位で今月が3位、2位になんか食い込んだ人がいるっていう話です。いやでもマキトルくんまだまだ全然伸びてますよ。前田さんタメなんだね。僕ちょっと悔しいですよね。負けてらんないなって感じです。同じ事業の責任を負うものとして37の年ですね、はい、あと5年はいけるっしょ。いやいけんじゃないですか。前田さんもね結構商談しまくってますからね。うん、ずっと話しますもんね、マキトルくんに関しても結構安心して見てられるって感じですかね。今なんか逆にそのマキトルくんでめっちゃ動きしてるから認定パートナーの方でリソースをちょっとっていうような話とか出てますからね。一部出始めてるって感じです、はい、結構認知も広まってきたんで、うん、どんどん応募も来てるみたいな状況なので安心して問い合わせてください。じゃあ第2位奈良本さんです。ウェブ制作から SEO の実行支援のところまで見れるようなコンサルタントになります。先月が5位で今月が2位。何が起きたんだ。すごすぎる。何が起きてるんですかね。検索一本でいやマジで分かんなくって、ちょっとこれもう改めて全員分さらってみます。びっくりしてて誰が何やってるのか本当に直近キャッチアップできてなくて、だって最初認定パートナー制度が始まるときにみんなと面談してて、だいたい年商をこれぐらいいったら何位ぐらい入りますとかって言って、うん、それぐらいやったらこういう目標立てようと思ったら、うん、全然足りないですもん。確かに川口さんと僕も面談しましたね。いやそうなんですよ。それで言ってましたね。とある年商これぐらいいったら何位ぐらいは入れるよねっていうので、僕それを忠実に遂行してるっていうか、それよりちょっと上ぐらいまで行ってるんですけど、はい、全然入らないもん、はい、ランキングぐらい。ジンバブエドルみたいな。ハイパーインフレ。円安だからさ。絶対に円高にならないシナリオじゃんこれ。でも本当にすごい。今度聞いとこう。奈良さんはそれこそサイト制作で岩野さんがスキルを全部継いでるみたいなんですか、制作。もともとはね、5年前ぐらいから僕がプレイヤーやった時にほぼ全部一緒にやってました。いや本当に勉強になりますよ。奈良さんの制作の進め方は、うん、全部ドキュメント化していて綺麗に積み上げていって、ね、マニュアルお化けっていう称号を与えます。一回納品説明の時にワードプレスの取扱説明書みたいなの作ってて、うん、ここまでやんのみたいな、うん、そういうとこまでドキュメント能力だったりとかも含めてめちゃくちゃ丁寧な仕事するんで、うん、たまたまだったんですけど、僕は彼と中高大同級生で僕に一緒にやらせてやみたいな感じで連絡もらったのが 5,6 年前みたいな感じなんですけど、僕がたまたまウェブ制作やって奈良本さんの勝負と合ってましたよね、うん、細かいところを見ないと制作で見えないんで、それと合った気がします。同じ大学と学部だったりもするんで、あそういう性質があるんですかね。法律なんですけど、法律もめっちゃ細かいところまで覚えさせられるじゃないですか。あそうなんですね。もっとも勉強しないと言われて経済学部なんで。そうアホやったこの人。バカ決定戦で危なかった人やった。だからすごい良かったと思います、うん、SEO も大事ですし細かいところまで見るっていう、いやすごい。はい、ではコンサル部門8月度栄えある第1位は小原さんです。いややはりか。営業代行だったりとか、あと SEO の支援やってるメンバーもいます。今なんといってもカリトルくんですね。爆伸びしてこのランキングに入ってます。ダントツです。僕彼にアドバイス求められても何もできる気がしません。そのまま頑張れしか言えないです。逆に営業面で言うと、うん、やっぱ最近のトレンドだったり、うん、動向だったり、
そういうのをちゃんと吸い上げて、うん、僕らにも還元してくれてますよね、うん、商談の進め方とかもすごい勉強させていただいてるんで、うん、このまま突っ走ってください。タリトル君、どんどんこうインサイドセールスの教えも実はニーズがあって早急に作っているだったりとかですね、商談同席のプランっていうのも商談のリソースがなかなかないようなお客さん向けにすぐすぐで作ったりとか超進化してるんで、うん、単なるアポ獲得サービスじゃなくて本当に商談最後までやれるみたいな風なのを一部展開して始めてるんで、ちょっと営業面で困ってる方はぜひ問い合わせしてみてはいかがでしょうかというところでした。それでは続きまして第2部、キャリア支援事業部の方なんですけども、はい、全部で4つあります。でそれを順番に発表していきますというところで、第4位、SEO ラウンジプロ。ちょっと頑張ってほしいな、これは。言っても市場的には割とトラディショナルな市場になってますから、うん、どうやって盛り返すんですかね、ここから。僕もそれをアドバイスしろって言われるとなかなか分かんないですね、うん、たださっきご紹介したみたいにむちゃくちゃ教科書的なところから実践的なところまで網羅してると思うので、うん、本当に僕は受けたいぐらいですね、うん、要は質は問題ないんで、うん、あとは必要と思っていただけるかどうかだったりとか、うん、資料自体の話なだけって感じな気はしますけどね、うん、だからそんなに別に心配はしてないって感じです。でも一回もクレームないらしいですよ、うん、この個人向けの教育業でないっすよね、そんなこと。返金とかもないないですね。それはもう本当に質が高い証拠だなっていうふうに思ってる、うん、露出のところは頑張って考えてください。非常に尋ねますね。じゃあいきます。第3位、テックエリート加藤さん。いやすごいっすね。今本格的にぶち上げてない理由っていうのが実はあったりするんですけど、いや簡単に言うと力を抑えた状態で今の数字なんですよ。なるほど。簡単に言うとこれはすごいっす。これからぶち上がるんですね。はい、今後やばいっす。加藤さんと話するんですけど、彼めちゃくちゃ最先端の技術興味ある方なんですけど、うん、結構テックエイトってまず地に足ついたところをちゃんと学習しようって話じゃないですか、うん、そのバランス感覚が僕結構エンジニアとしても素晴らしいなと思うって感じですかね、うんうん、実際ね、根付けしてこういうパッケージですってやっただけで、もともと彼がチーム作って自分のオフィスに呼び寄せて教えまくってましたから、うんうん、それをサービスにしただけなの。それはなんか満足度も高いっすよね、うん、であと彼なんかサイコパスなところあるんでめっちゃ厳しいんで、厳しい審査をくぐり抜けてやっと卒業っていう認定してもらえるらしいんですよ、このプログラム自体。なかなか卒業できない方もいるらしい、それはめっちゃいいことですよね。でもそれで料金変わんないわけですから、うん、だから僕も曖昧に指示出すと加藤さんがそれどういうことですかって普通に返ってきてドキッとしますもん、怖っみたいな。もうちょっとコミュニケーション、相手に配慮した文章を作れるといいかもしれないですね。じゃあ続きまして第2位ですね、2人共同運営しているっていう状況なんですけど、広告運用道場、井上さんと金田さんですね。広告運用道場もね、僕こんなに行くと思ってなかったんですよね。ニーズあるんですね。めちゃくちゃニーズあるっていうのと、シンプルに井上さんと金田さんが強いっすね、運営力として。たまに僕も道場のミーティングとか参加させてもらうんですけど、結局彼ら2人とも組織力持ってるんで、うん、施策の実行スピードだったりとか PDCA のスピードが速くて、うんうん、シンプルにマーケティングとして彼らのマーケティングが勉強になります。それこそ井原さんと話し合って新しい道場を作ろうって時に、うん、僕がちょっと責任者としてやるかもしれないって話で、はい、井上さんに相談したんですよ、うん、端的に言うと生半可な覚悟じゃうまくいきませんっていうことをおっしゃってて、はいはい、いろいろ聞いてみると、うん、そうだよなみたいな、うん、それが本当に行動に表れてるのがよくわかるし、成果にも出てるからさすがやなみたいな、うんうん、いや元々ねお客さん向けの支援でもそういうスクール系の、うん、全然違うジャンルなんですけど、うん、スクール系のやつで実績出されて、一口さん銘柄で言うと何がいけるかで、かつ自分がやってるもので広告にいけるんじゃないかっていうのがあって、三上さんからこういうのどうすかっていう風に持ち込み企画らしい。あ、そうなんですね。相当な覚悟を持って気合入って、はい、やってるのも話してて分かったので、はい、かなり熱いと思います、うん、これはもうこれは伸びるしかないって感じですかね。じゃあ続きまして1位、動画編集道場プロの青里さんです。白を置かずに。お疲れ様です。はい、順調ですね。なんか絡みありましたっけ、青里さんと。青里さんはさっき言った新しい道場の企画の件でちょっと相談乗っていただいたのと、あと最近あれですかね、別の YouTube チャンネルで出演ご一緒させていただいたりとかっていう感じ。実はプライベートはそんなに進行ないんですよ。どんな人間性か僕もあんまり分かってなくて。喋った方がいいですね。はい、めっちゃ引き続き謙虚ですね。それが一番すごいところだと僕は。うん、この間も30分ぐらい即参とかそういうのじゃなくて、授業とかなんか今後どうなると思うみたいな話してましたけど、めっちゃ謙虚というか質問力も高いしって感じですかね。普通に人間として5年前ぐらいに見てた時よりすごいなって思ってます、勉強させていただこう。僕も謙虚に振る舞います。じゃあそれ踏まえましてランキングの総合の順位を発表して終わりたいと思います。
はい、その順に関しては8月の単月分だけっていう風な前提で今後も発信していこうかなと思います。四半期ごとに累計とか出していこうかなという感じですかね、いいですね、外部に対して、うん、じゃあ8月分のランキングはこちらというわけで、8月の栄えある第1位は小原さんという結果でした。すごい、結構久しぶりの帰り咲きですね。ずっと青笹さんでしたもんね、うん、そうですそうです、もう5ヶ月ぶりぐらいに。あとは特筆すべきおつまんで言うと七本さん3位ですね。前回比べて4位アップ、あと上本さんが8位で前回に比べて3位アップって感じですかね、うんうんうん、川口先生は10位ギリギリ、やばいな川口先生ね、総合10位切るのまずいんで。いやそうですよね、いよいよちょっとかかってますね、息が。緊張してきた、後ろにこう火が迫ってる。いやそうっすよね、やりましょう、ちょっともっといっぱい発信してください。すでにやっていただいてるんですけど、でもちょっと新しいねクリニックの認定パートナーも入ってきて、確かにやばいですね普通に過ごしてたら死にます。これが競争構造ですというわけで来月9月分もお楽しみに、また1ヶ月後お会いしましょう。本日はありがとうございました。ありがとうございました。